皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは2月のセミナーのご案内というテーマでお届けいたします。今、これを録画しているのが1月の16日です。そして来週からはですね、私、セミナーラッシュになります。まず1月の21日が、新潟県の下越南倫理法人会というところのモーニングセミナーで、お客様の絆をどう作るかというテーマでお話をさせていただきます。こちら、五泉市のガーデンホテルマリエルってところで朝6時から開催されますので、どなたもですね、ご参加できます。時間がありましたら、朝は早いですが、ぜひお越しください。その翌日、1月22日の金曜日ですけども、こちらが午後1時半から、新潟市南区にある JU 新潟というところで、好感度倍増の接客術というテーマでお話をさせていただきます。こちらの方はですね、JU 新潟という自動車のオークション会場、そしてそちらの会員さんですね、新潟県下、ものすごくたくさんの会員のそのディーラーさんとか中古車販売業とかそういう方が加盟してられますけども、その方の中から限定40名に対するセミナーとなります。昨年の秋も1回ですね、営業に関するセミナーをやらせていただきまして、今回が第2回目ということになります。残念ながらこちらの方はクローズとなっておりますので、一般の方は入りません。ご了承ください。続きまして、1月24日の日曜日ですね、こちらの方が、新潟県のですね、西館燕建築業組合かな。要は大工さんの集まりですね。その、青年部の定時総会でしょうか。そちらで記念講演をさせていただきます。こちらも昨年に続きまして2回目なんですけども、昨年はですね、大工さんでもできる営業術みたいな話でしたが、今年は自社の強みに気づいていますかという USP の発見について絞った内容としております。これが今月ですね、1月残りのセミナーで、2月はですね、まず2月3日、新潟市倫理法人会でアナクラウンプラザホテルというところで朝6時からお話をさせていただきます。これが2月3日ですね。で、演題の方は、お客様との絆をどう作るかという話になります。で、あとちょっとしばらく間が来まして、2月23日ですね、こちらがある銀行の新年会でしょうかね、そちらで記念講演をさせていただくことになっておりますが、内容はランチェスター戦略の入門編ということになっております。2月は今のところ、このように2本のセミナーですね。あとは私も日々毎日コンサルティングをやっておりますけども、2本のセミナーとなっております。そして全般の2月3日の倫理法人会ですね。新潟市倫理法人会のモーニングセミナーはどなたでも参加できますので、朝6時と早いですけども、もしご近所の方がいらっしゃいましたら、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。